動画をご覧の皆様こんにちは。フィットネスインストラクターの鈴木雄三です。今日はファイティングカーディオのレッスンの動画をお届けいたします。ファイティングカーディオとは僕が監修するフィットネスプログラムで、音楽に合わせてパンチやキックを繰り出す格闘技系のエクササイズです。動画を見ながら一緒に動いて気持ちいい汗を流していきましょう。この動画はパンチのみの動作で構成するクラスとなっております。パンチの動作を3つ一緒に練習していきましょう。特徴としては音楽に合わせてスピードのある動きとなっていますので、音をよく聞きながら動いてみてください。はい、それではファイティングカーディオをパンチのみの動作で構成したボクシングパート、3つの動きを皆さんと一緒に練習をしていきたいと思います。よろしくお願いします。では左足を前にして構えを作りましょう。まずは構え、前の足つま先正面、後ろの足は斜めの方向、胴体は斜めを向きますけども顔は正面です。左にボールの方、脇を締めたらこの音楽に合わせて足踏み足踏みです。リズムに合わせて足元を動かすことをフットワークと言います。足踏みと言っていますけども、本当にこうやって歩くわけではなく、構えを作ったまま上半身リラックス、ガードを落とさないようにかかとを上下上下です。なんていう方はこのように弾んでいただいても構いません。弾むか足踏みかどちらかを選択。最初の動作、ワンツー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 、前の手のジャンプ、そして後ろの手のストレート、この2発の組み合わせが基礎動作のワンツーでした。前の手ジャンプを打つときは踏み込む、ストレートを打つときはかかとを持ち上げて方向を打ち、いずれも自分の肩が前につけるように方向を打ち抜きます。この動作、その動作のワンツーです。体は前傾姿勢にならないように、体は直立、軸を取り、その軸を中心にねじる、相手の画面の中央打ち抜いて OK。 さあ1つ変えます。ワンツーアッパー、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 まっすぐまっすぐ下から、まっすぐまっすぐ下から相手の画面の中央、そして顎の位置を打ち抜いて、手の動きはせわしいですけども、リズムに合わせて体を動かしていきましょう。左右左、左右左、あと4回、4、3、2、3発目を変えます。ワンツーボディ、ワンツーボディ、ワンツーボディ、さっきと同じ3拍子1、2、3、まっすぐまっすぐ斜め下から相手の顔面、そして脇腹上下を打ち抜いて繰り返しましょう。 Go! バッ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 。さあ、この動作、あと4回、5、3、加えます。ワンツーボディアッパー、構えます。ワンツーボディアッパー、1、2、3、4、3発目と4発目のボディとアッパー、ここはつなげていきます。最初は手だけの動きでも構いません。これでも OK、 できるようになってきたら体を素早くねじてお腹パワーを突き上げる、ボディアッパーストレートまでいきましょう。はい、バッバッバッ OK。 ワンツーボディアッパーストレート、1、2、3、4ストレート、最後のストレートは遠くを打ち抜いて、さあ手を回、ボーオッ、はい、スリー、ラスト、ラスト、次の動作です。ジャブを2回、トゥーシャン、トゥーシャン、トゥーシャン、前の手のジャブを1、2、1、2、2発ずつ打っていきます。2発打つ時のコツは床をタップしてみます。この足の接触と同時に拳を前に飛ばしていきましょう。ワンツーワンツー、加えます。ジャブジャブストレート、構えましょう。ジャブジャブストレート、1、2、3、まっすぐ中腹、バッバッバッ、最後のストレートはしっかりかかとを持ち上げて遠くを打ち抜きましょう。はい、アップ、ゴー、ジャブジャブストレート、同じ位置を中腹、アップ、ラスト、ジャブジャブストレート、足を引いてアッパー、引いてアッパー、フットワーク、ここまでいきましょう。羽を作り、アッパー、ジャブジャブストレート、引いてアッパー、
OK。 体のためを作って力強く、じゃんじゃんそれとヒートアップ、ういそのまま行きましょう。体をダイナミックに使って、加えます。前の手のフックを2回さらに加えます。 GO、 アップ、横からフックフック、ここまで行きます。じゃんじゃんそれとヒートアップ、フックフック、OK、 もう終わりましょう。はい、アップアップ、ラストです。ジャンプジャンプストレート、ヒートアップ、フックフック、次の動作ワンツーワンツー、構えます。ここは簡単です。1、2、3、4、4つ打つ、バッ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 、 OK、 この動きをバッ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 早く、1、2、3、4、リズミカルです。パッ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 、前の手フックまでいきましょう。ワンツーワンツーフック、パッ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 、はい、1、2、3、4、フック、もう一回フック、ワンツーワンツーフックフック、ワンツーワンツーはリズミカルに、フックはパワフル、はい、パッ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 、ゴー、この動きはあと4回、フォー、スワッスワッ、はい、スリー、ラスト、ラスト、はい、OK、フットワーク。では足を入れ替えましょう。逆サイドです。左足前、右足前、イベント動きを左右対称にいきます。まず構えを作ったら、基礎動作のワンツー、はい、ワンツーワンツーワンツー、前の手のジャンプ、そして後ろ手のストレート、この2発の組み合わせが格闘技の基礎、ワンツーです。踏み込んでかかと持ち上げる、踏み込んでかかと持ち上げる、方向を注意て、さああと4回、4321つ加えます。ワンツーアッパー、ワンツーアッパー、ワンツーアッパー、さあまっすぐまっすぐ下からの動きです。1、2、3、1、2、3の3拍子繰り返しましょう。ワンツーアッパー、うい、うい、画面が動く力、あと4回、4、3、2、3発目を変えます。ワン、ツー、ボディ、まっすぐまっすぐ下から相手の脇腹をえぐるように、うい、1、2、3、1、2、3、上下に打ち上げてください。繰り返しましょう。バッバッバッ、はい、よっ、さあ、あと4つ、ゴー、フォー、スリー、ツー、加えます。ワン、ツー、ボディ、アッパー、ここまでいきます。はい、1、2、3、4、3発目のボディと4発目のアッパーはつなげていきます。パッ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 、最初は手だけの動きでも OK、 慣れてきたらウエストをねじりながら、はい、バッバッ、加えます。ワンツーボディアップ、ストレートまで入ります。はい、オッケー、これが1個目のコンビネーションです。よっ、バッバッバッ、ゴー、繰り返しましょう。ワンツーボディアップ、ストレート、さあさあさあ、はい、さあ、あと2回です。ラスト、次の動作やります。ジャブを2回、トゥーチャートゥーチャー、今は右足前だから右手のジャブを2回、さっきやりました。コツは床をタップすること、床をタップしながら足の接触と同時に拳を飛ばす。ワンツーワンツー、相手に当たったら弾くように引いていきます。あと4回、ドロースリーツー、ジャブジャブストレート、甘えましょう。ジャンジャンストレート、アップ、ゴー、1、2、3、アップ、ジャンジャンストレート、足を引いてアッパー、引いてアッパー、レッドマーク、足を引いてためを作ったらアッパー、 OK、 引いてアッパー、レッドマーク、ここまでいきましょう。はい、6、ゴー、はい、アップ、ここまで大丈夫そうですか？参りますよ。
ジャブジャブストレート、引いてアッパー。前伸び、フックを2回、さらに追加。ゴー、アップ、横からツープック。ジャブジャブストレート、引いてアッパー。前の手2回、このコンビネーションを2回いきましょう。はい、やっ、ツープック。 OK、 ラスト、ラスト、ジャブジャブストレート、引いてアッパー、フックック。次の動作、ワンツワンツー、構えます。ワンツワンツー、1、2、3、4、リズミカル、バー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 。これは簡単でした。ではこれを1、2、3、4、早く、お前、ワンツーワンツー、フックまで入ります。前で、ワンツーワンツー、右、はい、バー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 。繰り返しましょう。横から見ていきます。細かく動かし、最後は力強く、パッ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 、ゴー、フック、もう一回前、はい、ワンツーワンツー、フックフック、ワンツーワンツーはリズミカル、フックは大きくダイナミックに、パッ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 、ラスト、はい、オッケー、いくわけです。結構です。歩きましょう。足を止めて深呼吸、下から息を吸って吐いて、もう一度、お疲れ様でした。